ラジオエジです。8月3日21時16分、ラジオエジの夜トレイ <laughs> 夜トレイです。今日のテーマ。8月は相場が難聴雇用統計接近。ドル円下げてますね。システム売買のシグナルも今日もね、えー、発表していきます。 えー、今日は東京が結構また数字が多くて、それでまあね、自宅にいなさいということになりましたね、えー。かかった人もね、ステイホーム。<laughs> いやいやいや。でもう1万人ぐらいの人がね、えー、そういう状況で、えー、かかっている人がステイホ,ホーム。でまあ、具合悪くなって、センターみたいなところに電話してもつながらないそうなんで、えー、具合が悪くなってももう、具合が悪くなってももうダメですね。 で今までは肺炎ぐらいの方は、えー、ちゃんと病院に入れたんですけど今度は肺炎ぐらいの状況でちょっと息が苦しいぐらいだったら家でいなさいってことになりました、えー、ので非常に怖い状況なんではないか今まで1月から6月に自宅でね亡くなった方が84名 えー、今もう東京都内だけで自宅療養が1万人ってことなんでこの後は結構ね、えー、その見捨てられた形で苦しいのに見てもらえない状況の中で命を落とすような方がね増えるんじゃないんですかねなんか保健所の方ももう無理だって言ってましたねフォローできませんって言ってましたねなんで 今日七時のニュースをね、いつも NHK の七時のニュースを見てからこの動画をやるんですけどね、そんなこと言ってましたんで、いや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 、ね、えー、困りましたね、えー、というようなことを思いつつ、暑い、暑い8月、僕の大好きな季節ですけど、今冷房を止めました。31.5度、湿度55%ギリギリ <laughs> ですけどね。 まあ熱中症も心配だしね、いろいろな状況の中で、えー、変にオリンピックは盛り上がりみたいなね、状況になっています。えー、混乱の日本 <laughs> って感じでね、混乱中、混乱状態っていうことですね。はい えー、では、今日もいろいろ見ていきたいと思いますけれども、まずはえ何から見ていきましょうか。日経平均から見ていきましょうかね。終、え、値、ー、のチャートなどを見ていきましょう。日経平均のチャートはご覧のような形になっておりまして、上値切り下げ、下値切り下げのま2万7千円割れが、えー、秒読みかなっていう感じですねで。今までの流れを見てくると、落ちる、 ちょっと上がる、もみ合う、下がる、もみ合う、ちょっと上がる、下がる、ゆっくり上がる、もみ合って、ちょっと上がって、落ちる、えー、も弱いもみ合いから落ちる、上がって、落ちる、もみ合いからみたいなね、もみ合いですよね。で、大体こう、もみ合いから、ここなんかはもみ合いからドーンと落ちたんですけど、もみ合いから一回キュッて上がってから落ちるような感じもしますね。 よくわかりませんけど、どうなるかね。それがまあ、同じことが繰り返されるかどうかわかりませんけどね。今、5MA は 25MA の下にあるので、ここまでは上がれるんですよ。別に。28000ぐらいまで上がれるんですよ。5MA を支えにね、上がっていけるんですよ。だ明日、例えば28000まで上がっても、なんら不思議のないチャートなんですよね。日経平均え、じゃあ買いかーみたいな感じで思っちゃダメでしょ。じゃあ買いいや、本当に。 えー、行く可能性があるチャートなんだよね。なんだよね。だから今日、アメリカがね、300、400とか上がれば、こんな感じの上昇もね、えー、見込めるかもしれないし、最近アメリカ相場と日本の相場も切り離されてるから、アメリカが上がらなくても、この5円目に支えられて200円目まで行きますみたいな動きは全然あっておかしくないチャートなんですよね。で一方で、下にも行けるんで、えー、まあ、明日2万7500円もあって、 えー、すぐまあ2万7千に接近するとかね、こんな状態のチャートが出ても、これまた全然おかしくなくて、どっちでもいけますね。どっちでもいけますね。まあ、RSI から見ると RSI の波が低いんで、どっちかって言ったら僕なんかは RSI で見る派なんで、下の流れを予想しますけどね。下へ来るんではないかっていう予想しますけどね。まあ、どうなるかまだ。 わからないアメリカ市場にもよるし、アメリカ市場とも連動しないからよくわからないっていう面もあるしね、ただ今、ちょっと場外ですけどね、えー、夜の時間でドル円が下げてるから、えー、ちょっとリスクオフっぽいかなとは思うんですけどね、えー、日経ニニクも今580円ぐらいまで下げていって、ドル円が109の10まで下げてますね。 でドル円だからやっぱりね、下値打ちがあるんだよね。なんで、まだ、まだ行くのかなっていう感じですけどね。前回109で止まったけど、どうでしょうっていう。まあ今結局アメリカの金利が低下の意図を辿っているので、ドル売り、ドル売りってなってるけどね。まあでもね、それもね、そんな長くね、どん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 ,どん続くわけじゃないんでね。えー、結局基本的にはドル円、えー、ドルと円はバランスしてるんでね。 今こういうふうな状況を見るとね、いやもう大変だ、これ円だかな、円だかなって言うかもしれないけど、そんな下がらないと僕は思ってるんでね。だから109で折り返すか、108の後半ぐらいは108.8とかね、7とかはあるかもしれないなぐらいの感じで、また戻っていくんじゃないかと思うんだよね。で、ちょっと金利が上がったりなんかもすると思うんでね。まあ、それが明日、こういう時ビ ADP こういう時計、 から本番の雇用統計なんかがね、水木金で、えー、業保険の申請件数とかもあるじゃないですか。だから水木金の夜9時半ぐらい、えー、ADP は9時15分ですけど、そのあたりがね、すごい重要なんで、それでまた相場の流れはね、変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、いつもこういう大きいイベントがある前ってわーっと売られるんでね、今もだから ADP 雇用統計が明日の9時15分と、で、えー、その後、ね、失業保険の申請件数があって、 雇用統計だから、その前の段階で今、売られてるんじゃないかなと思うんでね。だ下がってくれば買っていいと、僕はドル円に関しては思っているんですけどね。まあ、その辺どうなるかですね。ドル円。えー、でも、ドル円は下がっています。えー、そして日経22 5も今、ちょっと下げ気味ですね。ごめんャさい。下げてますね。はい、えー。こんな動きになってます。リスクオフですね。 なんで、この流れがまあこのまま続けば、明日はやっぱり下向きかな、日経平均と思うんですけどね。えー、まだ1時間後にアメリカ相場始まる。始まれば、また変われるかもしれないし。えー、アメリカ変われれば日経とりあえず上がるし。日経とりあえず上がれば明日の売り付けもとりあえず高めになるし。みたいな。そんな感じでね、どうなるかまだわかりませんけど、チャートは下向きです。チャートは下向きです。 で、上昇トレンドのエネルギーはありません。のでね。時間外、米国30、ナスダック今5分チャートです。下げてます。あ、ナスダックじゃない、米国30です。えー、ニューヨークダウです。えー、そして、S、S&P500、時間外5分チャートを下げてます。ナスダックはあんまり下げてないですね。な、えー、ってことは、また金利が下がってるんじゃないかなと思うんでね。金利が下がるとやっぱり株下がるし、金利が下がったとき、ナスはあんまり下がらないんでね。 なんで、そんな状態でまた金利が下がってんじゃないですかね。そんな気がしますけど。えー、金利の見やすいチャートがないんでね、今ちょっと見ませんけどね。まあこれ見れば、まあ金利が下がってる状態だなっていうのはわかりますよね。10年生ありまりとかが下がってるんじゃないですか。そんな感じがします。まあでもね、10年生ありまりも1.1ぐらいまで来てるんで、まあこんなもんじゃないかなと思うんだよね。あんまりこれ以下にはならないと思うんだよね。 1.7ぐらいまで上がってて1.1まで下がってきたからまあこんなもんじゃないかと思うんだよねえー、金利もだからめちゃくちゃですよ金利めちゃくちゃ株めちゃくちゃ、えー、為替めちゃくちゃ全部めちゃくちゃなんでねだ今ねだから皆さんその特に初めて間もない方はね、えー、どんな感じでね相場やってらっしゃるかわかんないんですけど長くやってる人間からするとデタラメですよ今 <laughs> 本当にめちゃくちゃですよ相場 で、非常に難しいんだよね。あんまり積極的にやらない方がいいという相場なんですよね。でもそれわからないし、みんなね。で、どんな時でも儲けたいと思うんだよね。まあ、あの、極端な話で言うと、月にいくら儲けたいっていう人いるでしょ。<laughs> 株で、株でとか投資で月にいくら儲けたい。上です。で、まあ今日のね、あの、プレゼントがさ、えっ、ー、と、昼の動画のプレゼントがこれね。 えー、働かずに毎年1000万円稼げる FX 活用術っていう本なんですけど、これも間違いなくね、えー、これ編集者がつけてるんでね、出版社がつけてるんだよね。このタイトル、本のタイトルっていうのは出版社がつけるんですよ。編集者がつけると言ってもいいけど、出版社がタイトルがつけるんですよ。僕も本10冊ぐらい書いてますけど、タイトルは付けさせてもらえません。<laughs> 昔最初に本書いた時に、えー、なんでタイトルって僕が決めるんじゃないのって思ってびっくりしたことあるんだよね。 タイトルは、えー、出版社がつけるんで、えー、著者にタイトルを決める権利はないんですね。で、売れる、ちょっと今が画面調整しました。売れるタイトルをつけなきゃいけないんで、これ出版社がつける。だから、ね、本当にこれ、売りたいばっかりのタイトルなんですけどね。これ、毎年1000万円稼げないので、ありえないでしょ。<laughs> あ、ちょっと今画面固まりましたがね。あ,ありえないです、そんなんね。ありえない。<laughs> まあ、そのコンスタントにね、お金稼ぐような手法として、f FX もそうだけど、相場なんか使えないですね。まあね、とにかくマイナスを出さないように、なんとか年間プラスで終われるようにっていうことをね、えー、ひたすら、えー、一生懸命やっていくしかないんで、えー、いくら稼ぎたいとか思った瞬間負けますから。<laughs> そんな世界じゃないんでね、それは本当に皆さん、えー、勘違いしてないでくださいね。だから飯の種にはなりにくいんだよね。 なりにくいです基本的には、相場はね。飯の棚にはなりにくい。だから不安定だし、えー、普通はさ、働いたらお金もらえるじゃないですか。でも相場は一生懸命頑張ってやっても、その結果損する場合があるんでね。全く違うんですよ。だから、その相場をね、えー、でた食べるとかね、えーこう、こういう、こういう、こういう考えは良くない。<laughs> こういう考えは良くない。<laughs> こ,ういうない <laughs> こういう考えは良くない。良くないんですよね。 そうよくない本をプレゼントするのかお前はっていうことになりますけど、えー、こういう本こういうタイトル良くない <laughs> でもこういうタイトルにすると売れるんだよね結局僕が最初に出した本も長谷川式投資法ならあなたも株で生活できるっていうね <laughs> そういうタイトルの本を出したわけですよねあなたも株で生活できるっていうタイトルの本を出したわけですよねそれが僕の処女作ですから それはやっぱり僕は決めてないんですよ。<laughs> えそんなタイトルになるのっていうね、えー。そんなびっくりの体験が最初のね、出版の体験でしたけどね。まあ、そんなことなんで、えー、コンスタントに稼ぐことはできませんのでね。まあ、ひたすら、えー、なんとか損を回避しながらやっていくしかないんですけど、えー、今、ドル円は、えー、結構冷やしで、えー、加減まで来てますね。はい まあ資金に余裕のある方は少し買っていいんじゃないですか。もうあと、この後は50ピップすぐらい離して買うと。で、大きく円安、円高く来れば1円ぐらい離さなきゃいけないんで、まあそういう局面が来るかもしれないんでね。8月っていうのは下げやすいって言われてて、実際まあ下げることあるし、まあ8月なんで下げるかっていうのは理屈が立たないんだけど、まあ、あそういうふうに思っている人が多ければ下げるっていうのもあるし。<laughs> だから、あのリー僕は信じないけど、決して無視はできないんだよね。そういうあのリーがあるってことは頭に置いとかなきゃいけないです。それによっての投資は良くないですね。あのリーは今、8月は下げるって言ってるから、売ってやれみたいなのは良くないですよ。で僕はチャート見たときには買いのチャートになってるから、8月のあのリーは売りなんだけど、為替はね。だけど、買って入ろうと思ってるし、買った方がいいと。ただし、短くやりましょうって言ってるわけですよね。 まあ今この辺からは買って入っていいと思いますけどね。はい、そんなチャート、そんな相場、そんなドル円です。で日経平均も今はリスクオフでありまして、えー、アメリカもナス以外はリスクオフ、下に動いている。えー、ドル円も、えー、ドル円じゃない、えー、日経平均も500円のあた、えー、りまで来ている。500円を今日はちょっと割って、えー たたっってあったよねちょっと終わったところだったけどでもまあ500円がサポートになって動いてましたけどね、まあ、夜はまたこう何ていうか無法地帯みたいなもんで、えー、どんだけでも下げれるんでまあ下げていっちゃう可能性はありますね毎日そうですけど夜はもう本当に夜だけ暴落あるし夜だけ暴徒あるよねなんでそれをねうまく利用するためにはやっぱり CFD いい夜トレードでできるねのがいいいんじゃないかで日経にも先物でも夜もトレードできるんですけど先物でかいんだよねミニでも CFD の10倍あるんでちょっとでかくて嫌ねえね100円1万円っていうのはきついよね、えー、今、えー、これだと100円1000円なんで、えー、1ロットでね100円1000円なんでまあまあ、えー、楽ですよね、えー、それぐらいからやっていかないと苦しいですよね その意味では CFD が、まあ、いつもね、なんか j m クリック証券の手下みたいな感じで宣伝みたいなこと言ってますけど、別に宣伝してるわけじゃないですけど、えー、まあ、j m クリック証券さんには、えー、これ、使わせていただいてるのでありがたいとは思ってますけどね。まあ、CFD、一番充実してるじゃないですか。g m の CFD がね。ただ、GMO クリック証券は、まあ知名度もあんまり高くないですよね。 それから使ってる人もあんまり多くないと思うんですけどね。まあ、ただ僕はまあ、いろいろと便利だったし。まあ、最初はね、j m を使い始めたきっかけっていうのは、えー、この証券会社が昔ね、一回 API を公開してくれたんだよね。API っていうのは PC を通して発注ができる、その、まあ、プロトコルっていうか、えー、手順なんですけど、それを発表,発表してくれて、使わせてくれてた時期あるんですよね。ちょっとだけ。 でそれであ、コンピューターでこれ自動売買できるじゃんっていうことで GMO クリック証券に、その時は GMO、えー、GMO GM 証券だったかなあ、クリックあったかなまあ、GMO イ,インターネット証券だったかなまあ、名前が一回変わったと思うんですけど。えー、だけど、まあ、それもす、つかのまで、えー、その API は、多分金融庁がね、文句言って、こんなことやってんじゃねーって金融庁が怒って、多分 <laughs>、それで、えー、ダメになっちゃいましたね。 だから、まあ、ある意味、GMO を使う意味は今はないんだけど。今はだから、株コム証券とかね、au 株コム証券とかに API があるから、そっちも興味あるんですけどね。まあ、それも、おいおい、えー、いろいろ研究していこうと思っておりますけれども、ね、えー、そんな具合です。まあ、自動売買もね、えー、この後、まだ僕も、えー、あと 8, 8年、9年ぐらい、70歳になるぐらいまでは、この相場のね、 えこうした活動をやっていきたいと思っているので、できるかどうかは知りませんけどね、えー、チャンネルが滅びちゃうかもしれないしね、<laughs> えー、いろいろ何があるかわからないんで、そんな長期計画は立てられませんけど、もしね、えー、まあ、やれるんだったらやってもいいかなと思っているんですよ。だから、そのあたりもね、研究はしていきますけど。ちょっと今、そこうち500円ぐらいでね、そこうち日経平均です。 えー、今日は重要指標はあまり出てもないんでね、火曜日なんでね、まあ、これ見ててもしょうがないんですけどね。ということで、えー、日経平均は明日ちまあどっちかって言ったら500円割れぐらいの流れかもしれないし、5MA ぐらいでこうやってもみ合うかもしれないし、ふわり上昇すればね、ね、えー、200MA に接近していく可能性もあるしっていうところで、非常に方向感のはっきりしない、えー、予想が困難な、えー、局面にあります。 えー、ただ今までの流れとか、えー、今の、えー、夜の動きとか、今見ている限りでは、ここまで落ちないだろうけど、まあ、小幅下落かな、明日はね、27,500円の下に沈んでくるんじゃないかなって思いますけど、どうでしょう、そんな感じ。えー、そして、東証一部ですけれども、今日も、えー、今日はもう、小生密輸が強い、えー、そして、日本優先が強い7000目指している。 ニンテンドーは弱い。レーザーテックもみ合いのちょっと強め。トヨタ自動車が少し這い上がってきてるけど、あちこちで工場が閉鎖になってるんだけど、いいのって感じですけどね。三井物産がボコンと上げましたね、これね。えー、決算ですかね。で、ちょっとこれは原因まだえー、っと調べれてないですけど。えー、それからファーストリテイリングは難聴。三井住友フィナンシャルも難聴ですね。 エンスはまあ決算がが良くて上がって上っる、えー、三菱商事がやや強め、えー、こんな感じでまあ、多くの銘柄が割とね停滞気味の動きになってますよね買いもできねえ売りもできねえみたいなねでまあ、えー、そういう中で上がってきてる商船三井だったり日本郵船だったりこれは昼間天気予報でも言いましたけどこれずっと上昇続くわけではないと僕は思っていて まあただね、この緩やかに上がっている中の、まあ、上、高値取って、もう一回ね、新たな上昇が始まっているやつなんで、あえてこれ、売りはできないと思います。売りはできないかなぁと思う。売りから入るトレードは、やんない方がいいんじゃないまあ、商船密になんか、チャートだけ見たらね、もうピークなんだけど、えー、なんで、まあ、いややりたいなぁとも思うけどね。<laughs> まあ、だか7000円まで来たら、7000円で売るっていうのはいいかもしれないですね。 7000円で売るっていうのはいいかもしれない。で、ちょっと下げてくれば、もうすぐ出しまう。5円目ぐらいで出しまうみたいなね。7000円から6,500円まで500円取るみたいな、えー、そんな、えー、トレードだったらできるかもしれないけど、だったら買ってもいいじゃねえかよみたいな話でね。降りてきたら、ここで買ったらまた上がろうとすると思うんで、買いもできるかもしれませんね。えー、でもまあ、僕がどっちかやれって言われたら、 えー、売ります。<laughs> 僕は、僕はどっちかいる。えー、商船三井でどっちかのトレードをやりなさいって言われたら、まあ、売ります。はい。まあ、そりゃ売りますね。そっちの方が得意だから、はい。売りますけどね。こっから買っていって利益出すっていうのはなかなかちょっとイメージ湧かないけどね。まあ、かといって皆さんに、えー、積極的に売りを推奨するつもりは冒頭ございません。難しいです。 でも、売るんだったら、売るんだったら、商船三井の方がぶっ飛んでるから、こっちの方が有利だよね。日本優先はそんなにぶっ飛んでないんでね。視覚的にな話ですけど。まあ帰りがね、まあまあ、まあえー、そんなに高くない。で、日本優先だから今5プラス25の帰りが右に出てるけど、29.22。十分高いんだけど、商船密井は41.15でしょ。だからね、やっぱり商船密井の方が帰りがぶっ飛んでるんで。 えー、こっちの方が、商船三井の方が売りだったら有利ですね。でまだ強いんで、7000より上で売らないといけないね。売るんだったらね。そんな感じです。ただ、売りは推奨できませんよ。本当に。空売り自体が危ないんで、空売り自体を推奨でき,はできないんですよ。空売り自体推奨できない。三井物産は今日はな、えー、調べようか。三井物産、えー。これは三井物産ね、調べましょう。 ええー、あれよいしょ。あごめんなさいね。今、いろいろ、パカパカやってます。三井物産8031、何があったか教えて、ちょんまげー、1匹。えー、決算が今期最終利益、 連結最終利益は前年同期に3.1倍の1912億円に急拡大したっていうやつですね。合わせて、えー、通期の利益を、えー、4600から6400億円に39.1%上報修正したということで、えー、三井物産が、えーまあ、非常に調子がいいということですね。えー、勝者、幻想で ねええー、もしかして、幻想で、こちらが買われてたりはしないのか伊藤忠様が。しないんだ。はい。えー、まあ、これもだから、ね、三井物産も、決算がめちゃくちゃ良くて、見通しもいいかなってことで上がってきているやつなんで、えー、これ今、株価も安いし、えー、3000円がどこですか ?3000 ここか、えー。まあ、この辺までは、 2900円ぐらいまでは行く可能性のあるチャートですよね。はい。そんな感じの強いチャートになってます。なんで、最近うちのチャンネルの皆さんで、空売りを覚えてね、なんか儲かるな空、空売り面白いなと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、えー、本当に慎重にやってくださいね。捕まると偉いことになりますよ。ね。青天井ですからね、理論的に。 いや、まあね、でもそう言うけどね、結局はね、売りの方が有利だと僕は思うんだよね。だからもう一時もう売りしかやってない時ありましたよ。えー、一時っていうか、基本的にまあ、売りが好きでしたね。でもとにかく売りから入るっていうのが株。だから早いもん。買って待って上がるの待ってるよりも、売って下がるの待った方が早いもん。うん。だけど、まあ、あの本当に、くれぐれも慎重にやってくださいね。 え、逆行したときに。だから今も、か今日も後で、この後ね、ご相談にお答えしますけど、やっぱり売りの相談が多いんだよね。やっぱり僕の取り上げた銘柄なんでね、責任感じちゃうんだけど、本当に慎重にやってほしいなと思います。はい。まあ皆さん自己責任でやっておられるとは思いますけれどもね。ちょっとそのご相談ちょっと読んでいきましょう。えー、投資神習い修行中様から、 えー、ラジオさん、こんにちは。毎日、昼、夜、ともに発見しております。投資を始めて1年弱ですが、投資に対する考え方と非常に参考にさせていただいております。ですが、私自身の投資能力が向上する気配がなかなか感じられず、苦戦している今日この頃です。さて、苦戦している内容ですが、2銘柄から売りで捕まっております。81414デサント。 2740、27 2960で100、えー、合計、2813で300株です。一度は下落し始めたんですが、最近また上昇しており、3160円で難品するか、損切りするか検討中です。これ、よくね、皆さんからいただいているメール、もうこれ多いですよね。えー、もう典型的なパターンとして、結構狭いレンジで、えー、難品をたくさんやってしまってで、しかもこの方の場合、最初に200株から始めてるんですよね。 で、その次は100株なんですけど、で、間が200円ぐらいしか空いてないんですけどね。まあ、あとチャート見ないと適切かどうかわからないんですけど、多分狭い。から最初に多く入れて、上がった時に少ないっていうのは逆でして、最初少なく入れて、上がったら多く入れていくか、同じ株数でやっていかなきゃいけないんですよね。だそのあたりが、まず感覚広げなきゃいけないし、そのあたりはまあ、その要は、 えー、売り立ての技術っていうか原則がちょっと守られてないのかなーっていうふうに思うわけなんですよね。まあ、あの、それはね、えー、そんなこと言ったら失礼かもしれないんだけど、えー、まあ、まだ多分、えー、経験が少なくていらっしゃるんじゃないでしょうか。空売り何回やったかわかんないと。もう1000回以上やってんじゃねえかぐらいまで行くと上達するんですよ。まだ空売り3回目とかね、4回目だったら、それはしょうがないかなと思うんですよね。 でも改善すべきは明らかで、最初からいっぺんに入れないこと、そして、えー、幅をもっと取ること、で、幅を取って上に行けば行くほど、できるならば株数を増やすことが重要ですよね。その方が有利な、あの、トレーディングになりますね。えー、そしてもう一つは、EX2660、3000で1六0 3190で100、えぇ、ー、300株2950円。 えー、先日、場中2869まで下落した時あったのですが、欲張ってしまい、手しまえなかったということですね。こちらも難品すべきか、損切りすべきか検討中。見立てをということなんですけどね。動画の作成た、作成大変だと思いますが、長く続けていただきたいと思います。これからも拝見させていただきますので、よろしくということで、ありがとうございます。まあ、僕もね、どこまで続けられるかわからないし、YouTube がどこまで、えー、こういう動画をね、許すかもわからないです。 えー、本当にあの YouTube のポリシーの中に、えー、その利用者のお金利用者がねお金を損するようなことはや,やらないようにしようってポリシーがあるんですよその割に広告が点々点々ハテナなんだけどその割に広告は点々点々ハテナなんだけどね、まあ、そういうポリシーがあるんでね、えー、ポリシーは広告にはねあんまり適用されないみたいで 動画そのものもには適用されるんですけど <laughs> 広告ポリシーは違うみたいなんだけどね、えー、まあその辺りがねいつまでやれるかは分かりませんけど、まあ、やれなくなったら僕はもうあっさり引退して、えー、引退してなんか創作活動をやるかあるいは全く他のジャンルで YouTube をやるんじゃないかなと思うんですけどねまあいずれにしても YouTube は多分やってると思います何かで。えー 今でもだから僕のチャンネルたまに見たら何これっていうね何これっていう人多いと思うんですよあたまに見た人10年前ぐらいから、まあ、僕は2011年からやってるから10年ぐらいやってるわけですよねやったり休んだりしながらで10年前ぐらいのチャンネルしか知らない人はえー、ラジオ味懐かしいと思って見たら何これって相場の話してんじゃんっていうねえー、これ関係ないよ俺みたいなねいやー変わっちまったないつもみたいな感じでね え、つまんねえ、登録解除しとこうって解除するかもしれないですよ <laughs>。それぐらいもう本当に内容変わってるんだよね。だからもしかしてこの10年後、まあ70になって僕はやってるかとかしないけど、なった時には全く違うジャンルで僕はやってるかもしれないですね。かやってないかもしれないし。まあ多分やってると思うんだよね。えー、元気があれば、い命があれば <laughs> やってると思うんだよね。YouTube は。えー まあ今だとローチューバーって言うとね、お前そんなローチューバーじゃねえじゃんって言われるんだけど、そんな61歳ぐらいでローとか言ってんじゃねえよって言われるんですけどね。えー、まあ、70過ぎてくれば本当のローチューバーになってくるのかなとは思うんだけどね。でも最初僕ローチューバーって乗り始めた時はね、やっぱり周りを見た時に YouTube やっぱりそんなに年の人いないからと思って始めたんですけど、今ちょっと見てみると結構いますよね。<laughs> だからローチューバーってちょっとね、えー、違和感があるかもしれないですけどね。えー、お待たせしました。えー、見習い、修行見習い中3。えー、デサンとから見ていきましょう。8114。お待たせいたしました。8一一四もね、これも、あの、えー、オリンピック銘柄で上がってますっていう8114。いったやつですよね。で、これってね、もう一回上がって 25A メまで降りてきて、これで終わってるんですよ。 で、こういうメガネって僕除去するんですけど、降りてきて、で、また上がった時にあんまりやらない方がいいんですよ。しかも、前の高値をちょっと抜いてるんですよね。で、こういう時にまた売っちゃいけないし、こうなってきた時って、まださらに上がる可能性が出てきてるんで、要するに、あの、商船密井型あるいは、あの、日本優先型みたいなチャートになっているんで、 そういうチャートになった場合っていうのはあんまりね、もう持ってないで、早く手仕まわなきゃいけないですね。で、空売り全般にもとにかく、もう本当に数日で手仕まわなきゃいけなくて、えー、っていうことなんですよ。で、緩やかに上がってきてるやつに関しては、えー、上昇が続く可能性があるので、この角度にち注意しなくちゃいけなくて、これは表示の仕方によって角度が変わって見えますけど、同じような表示にしたときに、角度が緩いやつは要注意なんですよ。 でこれがスカーンと上がってるやつは落ちやすいんですよ。今日、だから、商船三井と、えー、ね、日本優先見たときに、やっぱり商船三井の方が落ちやすいんですよね。で、こういうやつは落ちなくて上がってきて、一回落ちようとしたんだけど、25M からもう一回反発してくるみたいな動きになったら、これやばい。で、あ、これダメだ、ブイちょっとやばい、避難、避難、みたいなね、そんな感じになるんですよ。 でこれもう逃げなきゃって感じになるんですよね。だから早く逃げないといけないような感じなんですけどね。今2813円ぐらいですから、この辺に今、ここに今、買いのあ売りの2813円の値があるということですね。で、300株なんで、この後、まあ、このチャートで言うと、まだオリンピックやってる間は、えー、もうちょい上がりそうで、ただだいぶ弱まってるんでね、3200は多分ないっ じゃないかなと思うんだけど、まあ3100、明日以降、例えば3140今日の高値とか、えー、まあこのあたり3100円とかはまだあるだろうなっていう気はします、えー。そろそろ終わってくるチャートなんで、で、終わってくれば割とその今の買い、えー、売り値ぐらいまでは降りてくるので、とりあえずここで今、えー、そうですね、やっぱりで、 ここの動きを見ると、もう平気で1000円上がってるんで、100円ぐらいとか200円ぐらいの難品幅がまず狭かったんですよね。こんだけ上がってる銘柄だから、まあ、えー、もうちょっと取ってもよかったかなと思います。まあ、でも、200円、まあね、300円、えー、ぐらい欲しかったかなとは思いますけど、仕方がないっちゃ、仕方がない難品幅かもしれません。 で、いずれにしてもね、300株でこう溜まってるってことは、ここっていうことは、まあこれね、ここで難品してもあんまり効果がないんですよね。なんで次難品するとしたら、もう、えー、3200とかね。次難品するとしたら、もう3200とか、3300とかね。このあたりまで上がってきたところで難品しないと、難品の効果がないですね。 100、100難品するとしたら、300やるんだったら、300やって600にするんだったらいいんだけど、えー、難品の効果出ますけどね。あるいは600か、またさらに売り増しするんだったらいいんですけど、そうじゃなかったら売りの効果が出ないんで、100株たとえば難品するんだったら、もう3300とか3400ぐらいまで上がってからじゃないと意味がないです。なんで、えー、難品を今300株でこの後する必要はないかな、と思うんですよね。で、 大体の人が、えー、もうダメで、これは切るしかないかなと思ったあたりが大体ピークなんですよね。で、これもね、えー、チャートの形を見ると、まあ上がってる中で RSI が下がってきてるとか、えー、ちょっとエネルギー減少のチャートなんですよ。なんでね、まあちょっとそろそろ明日以降ぐらいは下げもありえるんですよね。で、一回、えー、近づいてきたら、まあ早めに、えー、損切りをするとか、えー、で、弱めに動いてくればね、 えー、ちょっっとと待ってればが取れば取るんじゃなないかなと思うんですよで弱めな動きっていうのはこういうのが一回あるとこれもうねあとは締めたもんで、えー、下がってくるんで超大陰線ですね長くて長くて大きい陰線が、えー、ドーンと引けばそれでまあ勝てるかなって感じになってくると思うんですよね ただ逆にちょろ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 と上に上にっていかれると苦しくなってきますけどまあこれ今特殊上昇だと思うんですよねスポーツ関連のねなんでまあそろそろ終わるじゃないですかねと思いますもう効果もね限界に近づいてるんじゃないかなと思うんでまあ耐えれるだけ耐えていっていいんじゃないでしょうかと思いますけどねどん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 上がって、えー、異次元のところまで行くような えー、チャートでははなないいいし銘柄でもないと僕は思いますでまああんまり気にしないで上がっても気にしないで、えーえー、見てればいいんじゃないでしょうかでも相当なマイナスが、ね、出てますからでもそれをまあ気にしないでおかないといけないですね、うん、でただだったら全然無防備じゃんって話になりますからでも、えー、ご自身でこうなったら切るっていうシナリオだけはあの決めておいてください こうなここまで行ったら切るとかね。ここまで行ったらもう一回ラジオエジに相談して、そ,それから切るとかね。<laughs> なんかそういう基準だけは決めておいてください。いくらまで行ったら切るとかね。それは決めとかないと、えー、異次元のところまで行くようなチャートではない、銘柄ではないとは言ったけど、絶対行かないとは言えないもんだから。絶対行かないとは言えないですよね。なんで、そんな意味で。 えー、そのあたりは気をつけてください。で、皆さんからね、いただくメールで、もう、難品か損切りか、どっちにしたらいいでしょうかっていう、えー、文面をね、よく拝見するんですけど、まあ、それはすごい怖いっていう意味ですよね。損切りしないと怖いっていう意味ですけど、僕はね、基本的には損切りやらないんだよね。基本的に。で、損切りやらないんだけど、ただ耐えてるだけじゃなくて、えー、ポジションを変えていって、で、損切りやらないで、えー、手まっていくんですよね。 で、信用取引なんで、例えば高いところで売るじゃないですか。そうすると、えー、3300で売れたってしますよね。もうすると、こうやって降りてきたときに、その3300円で売った銘柄、銘柄じゃないポジションに利が出るじゃないですか。で、信用はバラバラでポジション決済できると思うんで、で、こっちに利が出たら、こっちの安く売っちゃった方の、あまあ、えー、同時にね、決済したときに、大体プラマイゼロで相殺できる。 あのポジションがあるると思うんんでですすよよそれを切るんですよこっちの上で売ったのとの利幅とその切れるやつを相殺して切るんですよ。これ損切りにならないじゃないですか。損切りにはなではあるんだけど、マイナスで出ないですよね。それで200株になるじゃない。今400でマイナスが結構出てたところから200株になって、それでもう200株行ってみれば、また売れるチャンスが出てくるわけじゃないですか。 だからそこからまたさらに高いところで売って、またちょっと利が出たらもう一回、えー、決済すると、あと残り100株になるんですよ。で、もう一回同じように高いところで売って、それが相殺できれば消えるんですよ。それでだから損しないで消すことができるんですよ。そういうやり方すれば。ね。わかりますわかりますよね。だからここの後は、できるだけ高いところで売らなきゃいけないんですよね。で、それが下げてきたら、利が出たら、 そのが出たポジションとアカンポジションを100株だけ切るんだよね。そうやってやっていくと、ポジションが減らしていける。で、有利に有利にポジションがなっていくんで、でできるだけ離して売る。で、ポジション解消。できるだけ離して売って下がったらポジション解消。で、やっていけば最後は100株。で、最後は0という風にポジションを消すことができるんですよね。で、それは損切りじゃないでしょ。だって損じゃないもん。ちょっと損切りになるかもしれないけど、被害も少ないし、早く手島えるんですよ。 なんで、そんなやり方も考えていってください。はい。それは僕は、あの、FX でしょっちゅうやるやり方ですね。まあ、そ、そういうやり方がいいんじゃないですかね。あるいはね、上で売ったやつが下がってきたら、これだけリーグイしてもいいでしょで。リ食いすると、それだけ儲かるじゃないですか。で、儲かるから、その儲けをちょっと置いといて、で、また上がったら売るんですよ。で、それで、それ、また下がったらリグイする。で、その、もう、次の、ね、だけど、次の、売りは、 絶対に勝たなきゃいけない。次の売りは絶対に勝たなきゃいけないんで、もう、研ぎ澄まして、えー、ピークで売らなきゃいけないです。で、それで勝てなかったら終わりになっちゃうんで、え、それでまた損が出ると、今のシナリオになりたたないでしょ。えー、プラスが出たら、その、えー、総裁してるっていうのは。プラスが出ないと総裁できないですから。 でそんなやり方をね、考えてください。だから、えー、難品でもない、まあ難品なんだけど、損切りではなく、難品なんだけど、その難品で部分手仕まいをしながら、えー、利益の出たものと、相殺する形で、えー、ポジションを減らしていって、ポジションをなくしてしまう。えー、これまだ僕名前付けてないけどね。<laughs> R 式のポジション解消法ですよね。これは本当に有効なんでね。それが身につくと、 あの逆に行かれても怖くないですもん。逆に言われて、行かれても、あれやりゃいいんだっていうことになるんでしょ。ええ。だからそこで売り金になっちゃったりして困るんだけどね。途中で売り金になる場合があるからね。困るんだけど、まあ、売り金にならない場合は大丈夫。で、FX だと売り金にならないでしょ。どこまで行っても、どうなってもね。だから、そういう意味で、ええあ、株の場合は売り金になる場合があるんで、ええ、それはね、不利なんだよね。 からエレックス9 5 1 7えっ、ー、と、これ、通勤しとこうかな。9517。そんな風なやり方ができると思います。9517。9517が、えー、今が、えー、2950円。で、えー、やっぱり結構、300株。で、これはですね、えー、まあ、この後売るんだったら、もうね、3500円とか、えー、このあたりとかまで売らずに、えー、耐えておくと。 で、えー、降りてくれば、まあ、あリグいヨシン、いくらだっけ ?2950 円だから、えー、この辺だから、これはね、あの、これもね2950円、十分ありえます。このぐらい降りてくるのは十分ありえるんで、そんなにビビる必要ないですね。2 9五0円。あります、あります、これ。このぐらいはもう平気で降りてくるというね、局面もあるでしょう。そんなに離れてないんでね、そんなビビる必要ないです。で、この後は、もし上がってくれば、これでビビらずに、こんな感じで上がってきたら、ここで一発売る。 で、降りてきたら、それの利益とアカンポジションを切るっていうふうなことをやってれば、えー、そのうち消えていくんで、半年かかれば、半年あればね、半年あり、半年のね、えー、タイムリミットが、えー、課されているわけですけど、半年あればなんとかなると思うんでね。そんな感じでが、今日ね、えー、皆さん、空売りやってて苦しんでる皆さん、そういうやり方があるんで、その時はだけど、絶対次のね、次の100株、絶対勝たなきゃいけない。 それはどうしたらいいかって言ったら、とにかく、カバン広く開けて開けて、まだまだ、まだまだ、まだまだって待って、こんな高いのあるかっていうところで打っていくっていうね。それは場中、これがピークじゃねえかみたいなところをね、板とか見ながら、えー、こがみたいな感じでやっていかなきゃいけないんで大変ですけどね。まあ、あの、損が出たときは、そんな集中力も必要になってきます。ぼーっとやっててもダメです。 僕なんかでもね、えっ、ー、と、ま、あの、損が出て、絶対絶命大ピンチっていう時あるわけですよ。それは何回もありましたけど、その時は、もうずっとそのね、銘柄なり、えー、投資対象の値段は、もうビーっと集中して追ってて、で、今っていう時に、難品する、えー、売り増しす,するみたいなことでやります。で、それをぼーっとやってただらダメなんですよ。<laughs> 本当に。だからね、その辺もね、えー、ポイントになります。 なんで、この後は結構集中して高いところで売る。で、下げてきたら、もうパッとてしまった方がいいんで、まああらかじめね、えー、これはもうちょっと外れてきてるって思えば、えー、あらかじめね、えー、もう、利食いの、えー、損切りのポイントなり、利食いのポイント入れておくと。 2800ね、2850円とかさ、100円儲かりいいじゃないですか <laughs>。それをもっと儲けたいと思うから、また、ま,まもう一回来ちゃう。これもだからね、一回来て終わってまた来てるからね。これあんまり良くないパターンなんですよね。チャートとしてはね。まあ、あの、神戸物産みたいに3038みたいに、一、えー、回バあン上がってデーンと降りて、で、これで終わりにしなきゃいけなくて。で、これがもう一回上がってきた時にまた神戸物産を売るのは絶対良くないんですよ。えー、なんでね。 そういう、その動きの特徴もありますんでね。その辺も、まあ、順番に身につけていきましょう。で、今日は上がってるんで、より怖かったかもしれませんが、まあ、RSI もだいぶ低下してるし、えー、帰りもそんなにぶっ飛んでないし、エネルギーに大したことないんで、えー、明日あたりは下げてくるんじゃないかなで、こういうふうな下落あれば、いっぺんに取れるし、それがあっても全然おかしくないんで、えー、それをまず待って、 で、上がってきたら切らないで100株立てて、それが利が出たら解消して、解消して、解消してっていうことで。で、あのー、狭い範囲でやっぱりね、売りすぎてて、株の数がね、重みすぎてるんですよ。だから今200株ぐらいだったらまだ余裕があるじゃないですか。だからそれは今からでもできることであって、今300なんだけど、上で売って利が出たらそれと一つ解消すれば200株になるわけだから。 もっと200株で、あとは、えー、また200株、売りができるようになるわけだから、全部で400って考えたときにね。そんな感じでやっていけば、そんなに大変じゃないと思うんですよ。だからそんなにあのビビる必要はないです。<laughs> ビビらなくていい僕は、僕だったらビビらない。まあ、大変だと思いますけど、あの勇気を持っていきましょう。いろいろまだまだやり方はあります。はい。で、欲張らないで、えー、プラマイゼロぐらいでもう逃げちゃいましょう。ね。 うまくいかなかまあ、初めからうまくいかないでしょ。で、何回も何回もやってるうちにだんだん上手になるんで、えー、で、チャート見て入っていかないといけないしね。ええー。まあ、ね、その辺はしっかりとやっていきましょう。ええー、それから、えー、っと、もう一方、ちょっとこのご質問だけお答えして、かずさんからですね、ええー、あの、えー、っと、見習い中さん、ありがとうございました。頑張ってください。見習い修行中さん、ありがとうございました。 頑張ってくださいカズさんから、えー、FX 初心者です。ラジオムさんの YouTube を拝見し、FX 始めました。すいませんね。<laughs> こんな世界に引き込んで。えー、秋頃から始めて、ドル円、カナダドル円のショボトレ買いで、2 0万円ぐらい利益が出ました。おめでとうございます。今年は売りから入ろう。う売りから入るのも勉強しようと思っているということですね。全く初心者的な質問、株の売りみたいに6ヶ月の期限とか、逆姫のようなことありますか えっと、6ヶ月の期限はないんですけど、例えばドル円を売りから入りますと、毎日毎日、えー、スワップ金利の逆のスワップ金利が取られまして、えー、ボディーブローのように金を取られます。<laughs> まあ、大したもんないんだよ。大したもんないんだけど、一日ね、えー、数十円とか数百円なんです。まあ、100円とか、水曜日にたくさんつくんですよね。水曜日にホールドするとね、たくさんつくんですけど、それは取られるんですよ。 で、買いから入ると逆に利子がもらえるんですよね。それはもうご存知だと思いますけど。売りから入った場合は、えー、まあ、売りから入った時にプラスの逆ひぶがもらえる銘柄もあるけど、銘柄というか通貨ペアもあるけど、多くの銘柄が売りから入ると、えー、逆ひぶ的に、逆ひぶじゃないんですけど、スワップ金利のマイナスのスワップ金利を払わなきゃいけないんで、それがまあね、嫌、えー、な、えー、システムです。なんで、売りから入った場合は期限はありません。 特に何か不利なことはありませんが、逆のスワップ金利を毎日られる。これ、証券会社のホームページを見ると、1日いくららえるか、今日いくららえるか全部わかるんで、それを見ていくといいです。えー、で、えー、まあ、ドレーなんか売りから入るとマイナスになっちゃうんで、だからできるだけプラスになるように、買いから入った方がいいかなぁとは思うんですけどね。まあ、で、あと、その、なんだろうな、えー、別に売りから入るトレードをマスターする必要はないです。<laughs> ないです。 ないです。買いからだけのトレードでもいいです。はい。まあもちろんね、売りからも入れればえチャンスが広がるだろうなって思っておられると思うんですけど、別にそんなチャンスを広げる必要はないんです。え、あの、買いからだけで大丈夫です。俺は買いからが得意だからなあって買いからだけやってっていただければ、それでいいと思います。以上、ね、今日もいろいろやっていきましたけどね、えー、今どうなってるちょっと相場見て終わっていきましょうね。 え、相場はどうなってるか、ちょっと、え、見ていきましょう。えー、どんな感じですか相場。えー、日経2 2今10時、もうすぐね、始まるよ。日経2 2あんまり高くない。安め、27,500円。でもこれ買えないですよ。27,000に接近してこないと買えないですよ。ドル円、109ギリギリまで降りてきた。だいぶ降りてきましたね。はい。 まあ、109ジャストで止まるかどうかだね。はい。108の50もあるかもしれないね。そんな感じです。え、ドル円買ってる方、まあ、ビビらずに少しずつ買い増ししていきましょう。できるだけ広げてね。ということで、また明日天気予報でお会いしましょう。ラジオ時ジでした。